前回のあらすじ、ドイツ帝国が降伏してオーストリアも降伏した。というわけでイランを攻めましょう。このイランは今はエジプトの傀儡国なので自動的にエジプトとも戦争になります。イエルサレムとスエズ運河がエジプトの支配下なのでついでに回収しに行きましょう。ついでにデウスブルト的なノリで現地住民のキリスト教への回収も、第三のローマ、として聖地を奪還するのだ。宗教戦争不可避。まあこのゲームだとイエルサレムとっても特に何も起こらないんですけどもね、初見さん。一方カナダではエドワード国王がカナダからオーストラリアへ逃亡。要衝は崩壊したよ。国王が元る景気に追いやられるとかどんな気持ち。ねえ、今どんな気持ち。カイザー来日におけるイギリス王室の人は大変だね。王室のお仕事の人は大変だろうね。カナダやオーストラリアに亡命して。ねえ大変でしょうけども。仕事ですからね。仕方ないですね。仕事というのは大変です。生きるということは大変ですね、ほんま。翌日元教唱のほとんどが降伏。その後カナダも降伏。第三インター引き潰すときに共産アメリカも引き潰すことになると思うのでしっかり獲得しましょう。8月20日、聖地エルサレムが降伏。1229年以来ムスリムの支配下にあった聖地を我々が奪還したのだ。ここら辺ちょっとしたイベントとか欲しいですよね。9月6日、スエズ運河が陥落。次はアレクサンドリアを落としに行きましょう。9月12日、アレクサンドリアでモロッコ軍かなこれ、6師団くらいを包囲。9月23日24、エジプトが降伏、全部いただきましょう。アスワン条約によってカイロ条約機構はすべてロシアに併合。エチオピアも参戦していましたが領土は渡しません。てかイベリア半島のガリシアがめっちゃ変だな。あとでチートで共産スペインに引き渡しましょう。それではコンスタンティノープルを回収しに行きましょう。あそこトルコの支配下なんでセバストポリの海軍が地中海に出れなくて困ってるんですよね。あとついでにコンスタンティノープルって正教会の中心地だったと思うんですよね。宗教戦争、わら。はい、チート使ってイベリアとイタリアの土地を一部第三インターに引き渡しました。国境線綺麗じゃないと禁断症状起こるからね。しょうがないね。やりすぎは自重するので許してください。オナシャス。何でもしますから。10月20日、ロシアがトルコに宣戦布告。売却しましょう。
我々はエルサレムとコンスタンティノープル両方の聖地を奪還したのだ。これキリスト教徒からしたら大歓喜でしょうけど、ムスリムにとっちゃ悪夢ですね。それでは次は極東に手を出しましょう。44年6月25日での極東はこんな感じです。今まで見たことなかったんですけども、なんか進化日本に勝ってますね。いつもは宝剣帝国と日本とモンゴルと南部の共和派軍閥に引き継げされるのにありますね。とりあえず日本を攻めるための道路にしちゃいましょう。44年11月7日、ロシアが大清帝国に宣戦布告。中国は被弾国多いですが、多分こっちの方が質の量も上なので極東で大丈夫でしょう。12月23日、ロシア軍が陽明省の新陽市に原子爆弾を投下。実戦で核兵器を使用した最初の国家となったよ。翌年1月12日、ロシア軍が大清帝国の首都である北京に原子爆弾を投下。3月8日、山東省の青島と伊華永に原子爆弾を投下。ここからは倍速しましょうか。
国との取引を選択しましょう。共産主義者どもにロシア革命の報復をするのだ。次回、最終回、サンディカリズムの終焉。